オシップ・アロノビッチ・ピアトニツキーは、ロシア帝国の革命家、ソビエト連邦の政治家である。本名は、イオシフ・アロノビッチ・タルシス・やシフ・アロナビッチ・タルシス。ユダヤ系。ロシア帝国、コブヌ県ウクメルゲ生まれ。1898年、ロシア社会民主労働党に入党。1903年、ボリシェビキに参加。1921年、 コミンテルン執行委員会国際連絡部責任者となった。ロシア共産党組織部書記、1924年から1927年と中央統制委員、1927年から1937年、全連邦共産党中央委員などを歴任。NKVDA の緊急権付与に反対した直後の1937年7月27日。 反革命罪で逮捕された。一年にもわたる拷問にもかかわらず、自白はしなかったと伝えられる。翌1938年7月28日に死刑を言い渡され、翌日にコムナルカ射撃場で銃殺刑に処せられた。妻も1940年に強制収容所で獄死している。1956年1月、名誉回復。 妻も同年に名誉回復された。ウィキメディアコモンズには、オシップ・ピアトニツキーに関するメディアがあります。ありがとうございます。